体を寄せ合いながら正面を向いて立つ古代エジプトの男女の像。紀元前2575年から紀元前2465年頃に制作されたメミとサブ。本作は高さ62センチメートルの小さなサイズで石灰岩を刻んで作られています。背の高い男性メミは左腕でサブを抱き寄せ、サブは右手をメミの右の脇腹に添えています。古代のエジプトでは同様に並んで立つ王と王妃の像も確認されますが、王妃が王の脇腹に手を回す一方、王の手は王妃に触れず、王だけが片方の足を踏み出しています。これに対し本作の男女は手で触れ合うだけでなく、どちらの足の先も揃えられた状態で、文字通り足並みが揃った2人の仲の良さが強調されているようです。